チャピトゥーラスとナポレオンアベニューの角にあるクラブ、ティッピティーナスチャピトゥーラスストリートは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズの通りの名称である。市内のアップタウン地域を走る通りとしては、最もミシシッピ側に近い位置を走っている。通りは、カナルストリートの上流側から始まり、三日月型に曲がりくねるミシシッピ側に沿う形で、中心業務地区アップタウンを走り、 オーディュボン公園に当たったところのイーストロードとの接点で終了している。カナルストリートのフレンチクオォーター側では、チャピトゥーラスストリートは、ピーターズストリートとなって続いている。ピーターズは、カナルのアップタウン側においては2つに分かれ、一方は、ピーターズとして続き、もう一方は、ジャピトゥーラスとなっている。中心業務地区では、アンバサダーホテル、ルネッサンスワーツホテルなどのホテル、 またエメリルズ、マザーズといったレストランが通り沿いにある。アップタウンではナポレオンアベニューとチャピトゥーラスの角に有名なライブハウスティッピティーナスがある。通りの名前はかつて実在したネイティブアメリカンの部族に由来している。ありがとうございます。